い、どうもこんにちは、エビナルです。こんにちは、花山です。はい、ビーフパフォーマンス栄養学アナサ知識も、第4回目となりました。これはですね、ピークパフォーマンスっていうのは、まあ、運動選手であるとか、あとは、まあ、例えばピアノの演奏家とか、まあ、そういった方々ですね、具体的にこう発表するとか試合であるとか、その目標となる日に合わせて体調をベストに持っていかなきゃいけないっていう人、まあ、でもこれはそういった特殊な方だけではなくて、サラリーマンの方でもプレゼンテーションがあるとか、社長の前で発表しなきゃいけないとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、そういったことにも当然使えるものになってます。でそういったような目標としているところで、風邪ひいたとかですね、ちょっと体調がいまいちだったんで練習成果出せませんでしたってことがならないようにするための、これは栄養学です。で、前回前々回と、まあ、全部で3つですね、大事なポイントがあるんですけど、その中の、1つ目ですね、インスリンを支配するってことを前々回お話しさせていただきました。それで、前回は、カロリー進行を捨てようってことで、まあ、カロリー進行っていうのは何かっていうと、要するに油を取らないようにしようっていう話です。ですのでそれを捨てようってことなんで、油を取っていこうという話です。で今回、3番目として、皆さんにお伝えしたいのが、このエイコサノイドっていう、まあ多分ちょっとこういう言葉は聞き慣れたことあるって方は非常に少ないと思うんですけど、こういうエイコサノイドっていうのが皆さんの体の中にも入ってます。でそれをいかに味方にしていくかっていうことが、そのピークパフォーマンスを出すために必要な要素となるということを、私はその最初にですね、ゾーンダイエットっていう本を読んで、よくわからないなりにもびっくりしたんで、そのことをですね、もう専門家の今日は穴山さんに、本当にこのエイコサノイドの話は難しいんです、実は。細かく話すと、もうそれだけで、1時間とか2時間とか1つのセミナーになっちゃうような、そういうような話なんですけど、それをですね、2分ぐらいで簡単に、まとめていただきます。なぜこれをしなきゃいけないのかっていう話です。で、じゃあ、穴山さん、はい、よろしくお願いいたします。はいはい、じゃあ、ポイント3つ目のですね、エイコサノイドを味方につけようという部分についてお話ししたいと思います。このエイコサノイドなんですけれども、炎症とか抗炎症の、物質ですね、体内の物質になります。でそれを味方につけるということで、まあ、炎症を抑える抗炎症ですね、そういう、体内に持っていくっていうところになります。ポイント2つ目の油のバランスについての話にも関わってくるんですが、これがですね、油のバランスに気をつけていきましょうという抗炎症のお話ですね。まず油には、いろんな種類がありまして、不飽和脂肪酸の中でオメガ6とオメガ3っていう2つの油があります。で、その代謝の中でですね、オメガ6ですね、オメガ6を見ていただきますと、いろんな代謝が起こって、ジホモガンマリノレン酸という油になります。でこれが善玉エコサノイドって書いてありますけれども、炎症を、抑える物質ですね、がジホモガンマリノレン酸から作られます。でまたそのジホモガンマリノレン酸から代謝が進みますと、アラキドン酸という脂肪酸になりまして、これが悪玉エコサノイドと書いていますが、炎症を引き起こす方の、物質ですね、をアラキドン酸から作ることになります。善玉悪玉と書いてありますので、なんか悪者とか良い者とかっていう、そういうイメージがつきやすいんですが、この悪玉エコサノイドも時には必要で、傷を負ったりですとか、そういう場合に化粧板をこう出すのが悪玉のエコサノイドなんですね。なので傷を負ってそのまま血がダラ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 流れていてはしょうがないので、化粧板をこう凝縮させるっていう意味で、傷を負った時にそこ固まりやすくする、物質ですね。それが悪玉エコサノイドの一つの働きになります。で、このアラキドン酸がですね、炎症を引き起こして、今このアラキドン酸が非常に多いと言われているんですね。それはオメガ3とかオメガ6のバランスで、オメガ3が少なくって、オメガ6が非常に多い食生活になっているっていうのもそうですし、糖質の過剰ですね、糖質の過剰がアラキドン酸をこう加速させ
アラケドン酸の生成を加速させるということになりますので、糖質が多いことでも、アラキドン酸、悪玉、エイコサノイドがたくさん作られてしまうということで、まあ、油のバランスもそうですし、糖質の、過剰ですね、そういった食生活が、炎症を引き起こしやすいという、体内環境になっています。ですので、炎症を引き起こしやすい体内環境ですと、やっぱりパフォーマンスをピークには持っていくことができないんですね。なので、その炎症をなるべく抑えて、スムーズな代謝をできるように、パフォーマンスをピークに持っていけるようにするためには、やはり、抗炎症というところが一つのポイントになってきますので、油の取り方と、糖質の過剰ですね、そこにやっぱりポイントになってくると思います。はい、でオメガ3の油ですね、これは、このアルファリノレン酸は、くるみですとか緑黄色野菜ですとか、あとアマニ油ですね、そういったものにたくさん含まれていますが、これもいろんな代謝が起こって、体内で代謝が起こって EPA とか DHA が作られていきます。で、 EPA から作られる物質がですね、先ほどオメガ6ですね、オメガ6からでも作られたように、善玉エコサノイドがこの EPA からも作られます。で、先ほど言ったようにオメガ6で過剰なオメガ6の油っていうところと、今度はですね、このオメガ3が非常に少ない食生活ですね。なので、この炎症のバランスが崩れてきているっていうふうに言われていますので、なるべくですね、このお魚ですね、 EPA として摂取していただいて、善玉エイコサノイドを、たくさん体内に作っていくという食生活がおすすめ、ピークパフォーマンスにはおすすめの食生活になります。はい、ということで、穴山さんにですね、この難しい図を説明していただきました。で、おそらくですね、今バッと聞いただけでは分かんないと思います。で、これは全然分かんなくて心配されなくて結構です。詳しくはですね、本プログラムの方できちんと解説していきますので、今のところはですね、要するに、このオメガ3っていうのを、ごめんなさい、善玉エイコサノイドっていうのをたくさん作るような体を作りましょうということと思っていただければいいと思います。で、そのためには穴山さんが言ってましたけど、今オメガ6っていうのが多い、食生活になってますので、そのオメガ6っていうのを取ると善玉エイコサノイドもできるんだけども悪玉もできちゃうと。で、これが、先ほど傷口を治すために必要だってことなので、いらないってわけじゃないんですけど、これがたくさんできちゃうと至るところでですね、血が要は固まっちゃって、で、例えば心臓で固まれば、心筋梗塞っていうような形が引き起こされるということで、できるだけですね、やっぱりこっちの方を、少なくする系統って、食生活っていうのをやるのが、まあ、そのピークパフォーマンスっていうのもそうですけど、それ以前に、まあ、人間的な生活としても、必要じゃないかなっていうことを、まあ、管理栄養士さんとして常日頃から言われてるわけですね。で、それプラスこのオメガ3っていうのが今足りてないわけですけど、それを取ることによってこちら側の善玉エコサノイドも増えていくということで、まあ、EPA とか DHA とかいろんなサプリが売ってるように、まあ、これはこれで非常に必要なものということで、この辺の図がですね、もうちょっと分かっていただけるようなものを本番のプログラムでは用意してますので、とりあえずですね、今のところはこのエイコサノイド、特に善玉エイコサノイドっていうのをいかに自分の、体の中に作っていくかってことがこの、ピークパフォーマンスを迎えるための、ポイントであると。だから、我々が言ってるそのピークパフォーマンス栄養学ですね、はい、こちらを、実践して いくにあたって、大事になってくるということでございました、はい、で、今日はですね、ちょっとまあそういった形で難しい、ことになっちゃいましたけど、今までですね、お伝えしてきた、3つのポイント、この辺なんかを、もう一回ですね、次回でおさらいしていきたいというふうに思います、はい、それではまた次回も、お楽しみにしてください。よろしくお願いします。失礼します。失礼します。